はいどうも、テラクラサティ、テラコスタでございます。今回はですね、国内旅行業務取扱い管理者、取引条件の説明について語っていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。取引条件の説明っていうことなんですけども、旅行業者が、まあ、旅行者と企画旅行とか手配旅行ですとか、その他ですね、旅行業に関する契約を締結しようとするときはですね、旅行業務取扱い管理者が、 これ引きの条件について説明しなければなりません。これね、宅剣に似ってるところではあると思うんですけども、まあ、あの責任を持ってですね、こういう内容ですよということをですね、ちゃんと旅行業者としてですね、旅行者に説明しなければなりませんよということになります。はい。で説明内容はどういうものがあるのかってことなんですけども、基本的に旅行に関するサービスの内容はもちろんのこと、 旅行者があ、その旅行の、まあ、客旅行とかね、手配旅行とかいろいろありますけども、まあ、そういった中でどれぐらいのお金を、対価を払うのかってこと、お金のことですよね。 で、責任は誰なのか旅行業務取扱者、あ取扱管理者は誰なのかという使名。ね、実施旅行業者の使名、名称。そして、目的地はどこなのか出発日はいつなのかでその経由地でどういうことをするのかといったその他に一定もね、先説明しなければなりませんよ、と。 で、最小最高人員というものですね、えー、もう説明しなきゃいけませんよと。いわゆる、一人だけならいいんですけどもお、最低10人以上いないといけませんよとかって、いろいろね、えぇ、ー、上限をも設けてるっていうね、旅行もありますので、そういったところの説明。その人数が集まらなければあ、その旅行は行えませんよと。いうようなもの。 で、旅行中にですね、何かね、えー、まあ、盗難にあったり、事故にあったりとかってあった場合はどうするのかというですね、保証内容なども説明しなければなりませんよと。基本、えー、覚えてほしいのが、イメージとして覚えてほしいのが、旅行の内容はもちろんですよね。で、お金、えー、に関すること、まあ、支払い方法、申し込み方法もそうですよね。えー、で、まあ、サービスの内容って言ったらので、まあ、特化する,とするのならば、あの、最初、最高人員と。 ねえ、いうことですね。ええー。あとはその、お旅行業務取り扱い管理者の氏名、そして実施旅行業者の氏名、名称、ここ、重要です。ここがちゃんと明確にされてなければ、責任が誰なのっていうことを、ね、問い詰められないということなんですね。で、かつですね、まあ,あ、お金に関してっていう意味での特化しているところとしては、旅行中の保証内容。これ重要なので、ものすごいですね、ええー、注意してですね、説明して,していただければなと思います。 次にですね、この、取引のですね、条件をですね、説明する場合には、上記内容を期待した署名を交付しなければなりませんよとで。説明だけじゃダメなんです。ちゃんと署名を交付してくださいって話なんです。なぜかっていうと、はい、言りましたよねって、覚えてますかってね、長々とですね、えー、ダ、え、ミ、ー、連劇をみたいな感じに言われたとしても、え、何言ってましたっけってなっちゃうわけですよ。 ね、えー、お互いの認識が違う。ね、業者だからすべて知ってるけれども、旅行者は何も知らないわけで、それを聞かされた上で、それを全部、ね、えー、常に覚えてるかって言ったら覚えてないわけですよ。ね、そうするとですね、え一体行ってないのも問題になってきてしまいますので、ちゃんと書面を交付しながら、書面を見ながら、ここに書いてありますね、ほら、っていうふうにですね、言えるように書面を交付しなければなりません。はい。ええー、まあ、ただし、ただしですよ、 その、店舗に行って旅行のですね、えー、説明をすることもありますけども、そうじゃないときにインターネットでですね、旅行の企画、沖縄旅行とか申し込みをする場合、その場合はですね、インターネットで旅行者の承諾を得る内容のですね、えー、以下のことに同、ね、意しますかみたいな。 の押した上で、情報通信技術、いわゆるインターネットを利用してですね、えぇ、ー、締結する場合には、署名は必ずしも必要ではありません。これインターネット上に書いてありますから。 それ読んでくださいよ。自己責任ですよというところなところがありますよね。はい。ただ店舗の場合にはちゃんと責任者がいるんであれば、えー、旅行業者として、えー、業務取扱い管理者としてですね、上記内容を記載した書面を交付しながら、それに沿ってですね、え取引状況の説明をしなければなりませんよっていうところは頭に入れといてください。まあ、当たり前のことなのでね。 むしこれができなかったら、別に業務取り扱いかね者じ必要ないと、えいうような形になってしまいますので、必ず説明できることで納得していただいて、え、契約を締結して旅行を楽しんでもらう。これがですね、旅行業者のですね、ええ、やりがいなのではないかなと思います。 はい。ということでですね、今回は取引条件の説明についてお話しさせていただきました。この動画がためになったという方は高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。